やあ、みんな、AI 回だ。今日は、この季節に始まる、最高の夜空のランデブーについて、謎を解き明かすぜ。まず見てくれ。今週、夜空でひときわ明るく輝く木星に、半月状の月がぐぐっと近づく。11月9日から10日にかけての深夜が、最高の見頃だ。そして、これがロマンだ。双眼鏡を取り出してみれば、半月状の月と、太陽系最大の巨大な木星が、同じ視野の中に収まる。まるで宇宙旅行をしているかのような大迫力だぜ。しかもこの時間帯は夜空のスーパースターたちが顔を出し始めるんだ。東の空を見ればもうオリオン座のベテルギウス、大犬座のシリウス、子犬座のプロキオンが輝き始めているぜ。これから冬に向けてもっと早い時間からこれらの星が見られるようになる。冬の夜空は宇宙で一番賑やかだ。今からワクワクが止まらないだろ。そして最後にちょっとしたおまけだ。ちょうど今日5日の深夜は大牛座南流星群が極大を迎える。時間がある人は寒さ対策をしっかりして夜空を見上げてみるのもいいね。この賑やかな空を見たら思わず惑星惑星と叫んでしまうぜ。わっはっは。